ホンダ VFR、VFR はホンダ技研工業が製造販売するオートバイのシリーズ商標である。1982年から製造を販売されていたロードスポーツモデルの VF シリーズが1986年4月に実施したフルモデルチェンジに合わせて社名も変更したのが本シリーズであり以下のコンセプトが提案された。この結果として 当初は、排気量 399cc の普通自動二輪車では、ネイキッドタイプの VFR400Z とブームだった。レーサーレプリカとして、VFR400R、同じく 748cc の VFR750 回が製造を販売された。後に数度のモデルチェンジで 399cc、モデルは廃止。大型自動二輪車モデルでは、 高速ツアラー的ポジションへ移行しているが、本シリーズの共通事項として、以下の4点がある。2015年以降は、排気量 781cc の VFR800 回 X 並びに2 3 6 c c の VFR1200 回 X がシリーズ車種として製造販売されていたが、1200シリーズは2016年に、 日本国内向け仕様の生産終了が公表された。VF400 回からのフルモデル展示車。エンジン形式はキャリーオーバーとなったため最高出力 59PS、12,500rpm、最大トルク 3.7kgm、11,000rpm のスペックを持つ NC13E 型を搭載する。バリエーションは VFR400RVFR400Z の2車種がラインナップされた。1986年3月20日発表、同年4月1日発売、ワークスレーサー r v f 4 0 0の市販車、モデル的自負がされたフルカウルを装備するモデル。エンジンは、先代モデルの VF400 回に搭載されていた NC13E 型がキャリーオーバーされたが、 以下の変更点を持つ。同年7月18日、同月19日より1500台限定で、ワークスマシン RVF400 同様にシャスタホワイト、ウィスタリアブルー、ローザンヌブルー、ファイティングレッドのカラーリングを採用した、特別仕様 VFR400R スペシャルエディションを追加発売することが発表された。1987年2月19日発表。 同年3月20日発売。NC21 型からのフルモデルチェンジ。以下の変更を実施。なお、同年6月18日発表。7月1日発売で、ロスマンズホンダカラーの特別使用者が追加された。1988年12月6日発表。1989年1月6日発売。NC24 型からのフルモデルチェンジ。 以下の変更を実施。1990年1月18日発表。同年2月1日発売で、マイナーチェンジを実施。カラーリングならびにリアサスペンションを別台式、リザーバータンクスクリュー式初期荷重調整機構を装備したタイプへ変更た。本モデルは1994年まで製造販売され、RVF-NC35 へモデルチェンジされた。 1986年3月20日発表。同年4月15日発売。形式名 NC21。NC21 型 VFR400R から、フロントカウルとオイルクーラーを省略した、ネイキッドモデルであるが、アンダーカウルは、VFR400R とは異なる。専用品、ヘッドライトは丸型二等式となる。1987年3月20日発表。 同年4月1日発売でマイナーチェンジを実施。カラーリング変更と共に形式名はそのままで、エンジンを NC24 型 VFR400R 同様のリファインタイプとしたため最大トルクが4.0 kgm、11000rpm に向上した。1991年頃まで継続販売され生産中止となった。 VF750 回からのフルモデルンジ車。エンジン形式はキャリーオーバーとなったため RC07E 型を搭載する。1986年3月20日発表。同年4月1日発売。部品類別番号 ML7。日本仕様は VFR750 回シリーズで唯一乾燥重量 100kg 台、199kg、 を実現したモデルで、エンジンスペックは馬力規制の関係から、最高出力 77PS 9500rpm、最大トルク 6.5kgm 7500rpm に制限された。また輸出仕様は 105PS 7.6kgm となるほか、ホイールサイズの前後17インチか、カウル形状の変更などの相違がある。 なお輸出仕様は後実する RC36 型へ、フルモデルチェンジされるまで、モデルイヤーごとのマイナーチェンジが実施され、以下のコードが付与される。一方、日本国内仕様は1986年モデルの、ままマイナーチェンジは実施されなかったものの期間限定で、ヘプコベッカー社製ツーリングバックとオプションのメインスタンドを装備する特別使用車が価格で発売されたほか、 ベース仕様の VFR750RK がリリースされ、HRC からは RK キットが発売された。1990年2月20日発表、同年3月15日発売。後日する VFR750P、RC35 型 VFR750K、RC36 型と同時開発された RC24 型からのフルモデルチェンジ車。 RC24 型が RV 界750のイメージを踏襲するレーサーレプリカ的なデザインなのに対し、本形式は高速ツアラーとしてのポジションを強調するモデルとなった。搭載エンジンが以下の大幅な設計変更を実施したため RC35E 型に変更された。この結果として最大トルクが 6.6KGFM、8000RPM に向上した。 また、車体面などでは、以下の変更を実施した。日本国内使用1994年は、販売終了となったが、輸出使用は、同年に形式名は、RC36 型のままスポーツ製と質感の向上を目的にフルモデルチェンジが実施された。カウル類に、NR の影響が見られるほか、最高速度時速 240km 以上となる。 タメフルスケール時速 260km 超のスピードメーターを装備する。本モデルは通称 RC36 から2とも呼ばれ、1998年まで製造された。1987年7月24日発表、同年8月31日発売。形式名 RC30。プロダクションレースのベース車両として発売されたホモロゲーションモデル。 日本では販売価格が148万円と量産車としては当時最高のものだったにもかかわらず内容的には破格なもので仙台限定の販売枠に購入希望者が殺到し抽選により販売されたワークスレーサー RV i 750を強く意識したデザイン並びに軽量化が実施されシタン合金製コネクティングロッドマグネシウム合金製 シリンダーヘッドカバー FRP 製、フェアリング、航空機配をにサイクルしたジュラルミン材による、ハンドルステップ、各種ステーなど、ストック状態で、レース出場が可能な装備と性能を保持する。エンジン形式は、RC07E 型のままであるものの圧縮比を11.02までアップさせるなど、各種チューニングが施され、スペックは最高出力 77PS、9500。 RPM、最大トルク 7.1KgM、7000RPM となる。1998年に実施された VFR750 回からのフルモデル戦時車。形式名 BCRC46。社名は従来まで併記されていた、排気量を示す数字が省略され、VFR とした。主な変更点は搭載エンジンを RC35E 型の内径 X 工程イコール 70.0X48.6mm から 72.0X48.0mm に変更し、排気量 781cc にアップさせた上で180度クランクとした最高出力 80PS、9500rpm、最大トルク 6.9kgfm、 7000rpm のスペックをマークする RC46E 型への変更で、本モデルは2001年まで製造されたモデルと2002年以降に製造されたモデルで大幅な相違があることか、それぞれに分けて解説を行う。1998年4月10日発表、同月20日発売。1994年に限定販売されたスーパースポーツモデル RV 界。 RC45 の基本コンポーネントを踏襲しつつも RC36 型のツアラー志向を高めたモデルでカラーリングはイタリアンレッドのみとされた。2000年1月19日発表、同月20日発売で一家のマイナーチェンジを実施。さらに同年10月18日発表、19日発売でカラーリングをアキュレートシルバーにホイールカラーを ブラックからシルバーに変更するマイナーチェンジを実施した。2002年1月21日発表、同月22日発売、形式名並びに、社名はそのままにフルモデルチェンジを実施、主な変更点を一家に示す。2004年1月22日発表、同月23日発売で一家のマイナーチェンジを実施。 なお同年中には11月12日発表、同月13日発売で、カラーリングにウィニングレッドが追加された。2006年2月24日発表、同月27日発売で一家のマイナーチェンジを実施。また、同年12月7日発表で同月8日から、カラーリングをトリコロールとした VFR スペシャルが200台、限定販売された。 本モデルの日本国内での販売は2008年で終了したがヨーロッパへは引き続き輸出された。2014年4月14日発表同月18日発売。形式名エブル RC79。日本国内での販売は約6年ぶりとなる新型モデルで RC46 型からフルモデルチェンジを実施し先行発売されていた。 ヨーロッパ仕様とほぼ同一仕様である RC46 型からは以下の変更を実施カラーリングは当初ビクトリーレッドとダークネスブラックメタリックの2色が設定されたが2015年2月6日発表同月13日発売でパールグレアホワイトが追加された2016年には一旦受注終了となったが2017年1月13日発表 同月16日発売で2017年モデルが公表された。2016年まで製造を販売されたモデルからは以下の変更点がある。この書体は VFR800 回 X 共通の変更点。2018年11月30日発表で以下のマイナーチェンジを実施。上述した VFR 並びに VFR800 回をベースにした。 アドベンチャータイプで、クロスランナー、クロスランナーのペットネームを持つ。日本国内では2015年現在で一家の2車種が販売された。2011年7月27日発表、同年8月25日発売。形式名エブル RC60、最高出力 102PS、1万 RPM、最大トルク 7.5KGFM、9250。 RPM。同年春からヨーロッパで販売されていたモデルを、m t テック、無限が車体を輸入し、同社製スリップオンマフラーや、オリジナルデカールなどを装着させた上で、ドリーム店をはじめとする無限テクニカショップのみで200台限定として販売された。2014年12月5日、発表、同月12日発売。形式名エブル RC80。 VFR800 回をベースにしたモデルで、エンジン形式は共通となる RC79E 型を搭載。ベースモデルとは以下の相違点がある。また、VFR800X 無限との相違点としては、ラジエーター搭載位置がベースとなった、RC46 型同様のエンジン横側から、前側へ変更されたことから、カウル横幅が強小化されるなどの差異があるほか、 カラーリングは、パールグレアホワイトとキャンディーアルカディアンレッドの2色が設定された。2016年には一旦受注終了となったが、上述した F と同様に2017年1月13日発表、同月16日発売で2017年モデルが公表された。以下は2016年まで製造販売されたモデルからの変更点並びに F 化の相違点である。 VFR800 回 X 共通の変更点は VFR800 回を参照。2018年11月30日発表同年12月14日発売で以下のマイナーチェンジを実施。シャフトドライブ並びに同社の市販未輪車しては初となるスロットレバイワイヤーを採用する。フルカウルを装備する VFR1200 回とアドベンチャータイプでクロストアラー。 クロスツアラーのペンネームを持つ VFR1200X の2車種がラインナップされる。自動車教習所、運転免許試験場向けの仕様では、アップハンドル、大型エンジンガード等の安全装備の追加、ギアポジションランプなどの通称教習ランプセンタースタンドを装着する。本シリーズでは 399cc モデル 748cc モデルに設定された。 NC21 型 VFR400Z がベース。本モデルは RC24 型ベース VFR750 回強襲使用者 RC24 型、通称 24K 並びに VFR750KRC37 型が存在する。本モデル独自の相違点を以下に示す。また RC37 型ではタンクサイドカバーリアフェンダーが RC24 型後期輸出仕様に準ずるため、国内仕様とは仕様が異なる。教習者仕様であるものの当時は、大型児童二輪免許が公認教習所で取得できず、運転免許試験場での大型児童二輪限定解除審査や練習所への導入がほとんどである。各都道府県警察向け者であるが、一部は陸上自衛隊警務隊向けとして防衛省にも納入された。 なお、白バイ仕様は入札方式で各都道府県警察に納入されるほか、パーツ類も含めて多くは特別管理部品となるため入手も不可である。NC24 型 VFR400R をベースに下仕様。形式名 NC28 型。スピード測定用メーターは未装備。納入先の相違で VFR400P と、 VFR400P2 の2種類がラインナップされた。1989年から納入開始。形式名 RC35 部品類別コード番号メガボルト8搭載エンジンは RC35E 型。車両重量は標準で 262kg、後部警告等装備車は 264kg とされた。なお1989年モデルは、 RC24 型 VFR750 回、欧州向け使用者ベースであるが、1990年以降は、前述した RC36 型 VFR750 回 RC37 型 VFR750K と同時開発されたモデルという相違がある。RC36 型 VFR750 回からの変更点を一下に示す。 また仕様違いに以下に示す3種類のバリエーションが存在するが、製造年度にっては存在しない仕様もある。製造は、ベースモデルが日本国内使用生産中止となった1994年、以後も引き続き1998年まで継続された。エンジン号機 RC35E-100、エンジン号機 RC35E-110。 エンジン号機 RC35E-115 エンジン合機 RC35E-120 エンジン合機 RC35E-135、e、エンジン合機 RC35E-1451998 RC、e、年から製造された RC46 型 VFR をベースとした白バイ仕様形式名 BCRC49 部品類別コード番号 MCP。資本モデルからの変更点は VFR750P とほぼ同様だが、本モデル独自の変更点を一下に示す。本モデルは2001年から納入されたが、自動車排出ガス規制強化により2008年をもって生産中止。以後の白バイ仕様は CB1300P が製造、納入される。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。